皆さんこんにちは。こんにちは。古川光です。農研啓太です。今回はこちらの啓太君からの質問に回答していきたいと思います。ぜひ最後までご覧ください。お願いします。で、今日はどんなお悩みですか。今日はですね、まあ、これからジムを開業するパーソナルトレーナーをやっていくにあたって、はい、いわゆる資格は必要なのかどうか。まあ、人間としての資格は必要だよ。そうですね、人としてある以上。なるほど。パーソナルジムをやる場合の資格ってことだよね。まあ、なんかトレーナーの資格っていっぱいあるじゃないですか。そういうのはあった方がいいのかなと。あ、なるほどね。これね、結構いろいろやっぱりね、まあ、行政書士って仕事は許認可に関係する、ね、はい、仕事で、例えば仕事をやるっていう時に勝手にやっちゃダメよっていう仕事あるわけですよ、うん、国の許可を取りなさい、うん、認可を取りなさいとかね、そういうのをどう取っていいか分かんないよっていうのを行政書士にね、僕みたいな相談をいただいて、でこの仕事やるにはこんな許可必要なんですよ、それにはこんな要件があって、これを満たしてないとこの仕事やっちゃいけませんよっていうような話をしてね、でそれで書類作ったりとかね、行政とこう交渉したりね、することがあるんで、よく聞かれる話なんですよ。でやっぱりこうジムの開業とかね、飲食店さんの開業とか美容師さんとかね、店舗の開業の相談が来ると、まあ、やっぱり資格っていう話必ずあるわけ、資格っていうのはちょっといろいろ考えていかなきゃいけないなっていうのがあるんだけど、例えばまず、ね、資格っていうのはまず国家資格っていうのと民間資格っていうのがあるじゃないですか、うんうん、そうですね、で国家資格っていうのはやっぱり国が認めてるから、うん、まあ、ちょっとやっぱりランクでいうと上なわけで、で民間資格っていうのは言ってしまえば、例えば僕がね、こんな資格を作ります、皆さん受けてください、これで成り立っちゃうわけ、だから民間資格っていうのは、まあ、もちろんね、そういう信用があるすごいものもあれば、そうでもないものもあって、持ってても誰も知らねえよみたいな、なんとか超能力資格とかね、わかんないけど、なんか風水資格とかね、そういうのあるかもしれないけど、なんだそれみたいなのもあったりするわけ。で、じゃあそのね、国家資格の中でも、独占業務、独占資格っていうのもあるわけ。これちょっと難しくなるんだけど、はい、独占資格っていうのはこの資格を持ってないとその仕事をやってはいけないよと、その業務は独占的にその資格者に与えられるものですよ、これ独占資格、独占業務っていう、それは例えばお医者さんとかさ、弁護士さんとかさ、そういうのは分かりやすいですよね、行政書士も、行政書士ももちろんそう、許認可とかをクライアントさんの代わりにね代行して、いろいろ行政で交渉したりとか、申請の代行したりというのは行政書士さんしかダメだよとか、司法書士さんは登記の申請とかね、司法書士さんしかやっちゃダメですよとか、それが独占業務なわけ、はい、で当然この仕事やりたければその資格が必要なわけ、絶対必要なわけ、やんないでやろうとしたらそれは違法ですよと、捕まりますよあなたって話になって、で一方で国家資格なんだけど名称独占資格っていうのもある、難しい、はい、これ何かっていうと、はい、その名前を使っていいのはこの資格者だけですよというのがある、はい、でも別にこの資格がないとこの仕事はしてはいけませんっていう独占業務がないっていうのもある、どういう違いでしょうか、つまりは名乗れるってことは、はい、その資格を通ったすごい人なんだねという社会的信用にはなる、なるほど、けどこの人しかやっちゃいけないよっていう仕事の権利はもらえない、あ、例えばどんなやつがあるの、例えばね、はい、中小企業診断士って聞いたことある、はははありますよ、結構ねこれいい資格なんですよ、はいはいはい、ものすごいね経営に関する勉強をできて、かなりダイレクトに使える、例えば補助金の申請をするときに事業計画書書くとかね、はいはい、融資を申し込むときの商業計画書書くとか、そういうのを学ぶにはすごくいい資格なんだけど、別に中小企業診断士資格がないとやってはいけないっていう仕事はない、これが名称独占業務になるわけ、はいはいはい、でここまではまあ国家資格としては分かったと、で今度民間資格になると独占業務というものはないわけですよ、全くないと思うんですね、ない、はい、国から認められているものではない、許認可にも関係しない、なった時にじゃあスポーツジムはと最初の話に戻すんだけど、スポーツトレーナーは何か許認可を取らなきゃいけないかっていうと、ないわけですよ、まあ、言ってしまったら誰でもできるってことですね、その時、その独占資格もいらない、許認可もいらない、それこそ名称独占もいらない、っていうことはなくていいんですよ、だけどどうしてもみんな不安じゃん、そうですね、そうは言ってもさ、俺には実績がないとか、経験がね、まあ、経験はあるかもしれないけど社会的認知度もない、だったら資格ぐらいあった方がいいのかな、になるわけでしょ、で僕から言わすとそんな時間あんだったらマーケティングやれと僕は思うわけですよ、はいはいはい、もちろんねその資格を取るときに、まあ、いろんな資格があるから民間資格にも、はい、すごく役立つ勉強はあるんですよ、はい、役立つ勉強はあるんで勉強すること自体は否定しない、だけどその資格を取るためにものすごい時間を費やして落ちたと、でまた頑張って勉強して落ちたみたいなことをやってるんだったら、
立してね、うん、経営していきたいんだったら経営の勉強を先にやりなさいよと、うん、僕は思う。例えばこのマーケティングに対しての資格とかあるんですか？マーケティングプロ1級2級みたいなあの、まあ、民間資格みたいなのはあるよ、あるけど、はい、別になくてもさ、もうマーケティングって考えていいじゃん、はい、そうですね、誰でも誰でもいいじゃん、うん、それがないとマーケティングの仕事できませんになっちゃうとさ、うん、マーケティングコンサルタント世の中いなくなっちゃうんで、はい、それも困っちゃう、はい、まずやっぱり何度も言ってますけど、マーケティング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 ってことですね。そう、資格や許認可がないとできない仕事は必ず必要です、うん、でもそうじゃないんだったらそれは果たして最優先事項かどうかっていうのは考えてもらう、うん、例えばパーソナルトレーナーになりたい、うん、起業したいがゴールじゃないでしょう、うん、それがゴールならいいと思うんです、うん、一生懸命勉強して、はい、ね、起業して圭太君の将来がそこで夢が叶ったら、うん、よかった、うん、もう人生に悔いなしと、うん、そのまま死ねるならいい、うん、けどそこが始まりだから、はい、っていうことはそこから先にやっていかなきゃいけないことっていうのがたくさんあるから、うん、それを勉強していくべきっていうんですね、うん、はい、でそれは例えば、まあ、一番はやっぱり売り上げ立てなきゃしょうがない、うんうん、売り上げを立つための仕組み作りは何かって言ったら、まあ、マーケティングでしょ、うん、で売り上げが立つようになってきた人を採用することになってきたって言ったら、こと人の教育、うん、マネジメントっていうものが必要になってくるし、うん、それからさらに税金も払わなきゃいけないよと、売り上げもできて利益も出た、はい、税金払わなきゃいけないよって言えば当然税金の勉強もしなきゃいけない、うん、順番を追ってね、必要なものを優先順位を立てて勉強していくべきだよ。まずはやっぱりちゃんと自分の優先順位を考えて、うん、それ優先順位として高いんであれば、まあ、トレーナーとしての資格を取ると、うん、ただ別にそこが重要じゃないんであれば、うん、マーケティングやビジネスの勉強をした方が圧倒的に有利ってことですよね。そう、絶対しなきゃいけないことをやるべきじゃん。そうですね、認可とかないわけじゃん、はい、で資格取らなきゃいけないわけじゃないじゃん、うん、だけどマーケティングの勉強しなきゃいけないじゃん、うん、絶対成功できないじゃん。そうですね、やんなきゃいけないことからやるべきなんだ、うん、なるほど。その辺の、ね、優先順位がなんか、ね、ちょっとよく分かってない人が多くて、うん、うまくいかない人もいるしね。やっぱりこう資格なきゃできないって思ってる人も多いでしょうね、トレーナーでも、うん、資格あったってマーケティングできなかったら何にもできないから、確かに、まあ、もちろん資格あったらあったらいいんだ、うん、あったらいいんだけど、うん、優先順位の方がいい。そうか、ちょっと待って、優先順位考えます、うん、の方がいいと思います。ありがとうございます。はい、いかがでしたでしょうか。今回はこちらの圭太君からの質問で、スポーツジムを開業するなら資格はあった方がいいの？という質問に回答していきました。このチャンネルではビジネスに役立つ情報、企業に役立つ情報をこれからもできる限り分かりやすくコンパクトに配信していきますので、ぜひチャンネル登録とグッドボタン、コメントなどいただけると大変励みになります。Twitter、Instagram もやっております。ぜひ概要欄からフォローお待ちしております。それでは今回も動画を最後までご覧いただきありがとうございました。ありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。